リンゴルフの視聴者の皆さん、こんばんは。ロサンゼルスでの録画になります。今日は萌花選手に来てもらってます。今週は1週間トーナメントが空いたので、ロサンゼルスに来てもらって、いろいろ撮影等、または合宿、いろんな特訓等いろいろやりました。はい、ということで、エプソンツアーに今年何も知らずに来て、はい、英語も話せずにいきなりエプソンツアーに来て半年経ちますけれども、はい、今までのエプソンツアーでの戦績だとか総括してください、はい、話してください。まずエプソンツアーに来て、ゴルフ面、成績面では、まあ、確かに日本とコース全然違うし、やっぱ求められるものが違うんで、やっぱそこにアジャストしていくのが結構難しくて、初めての年なんで、全部コースも初めてやし、やっぱそういうのが難しくて、まだ自分の納得いく結果は残せてないんですけど、今マネーランキング75位で、80位までに入ったら、まあ、来年のシードなんで、前はベスト35に入りたくてマネーランキング、うん、そしたらやっぱファイナル QT からいけるんで、すごい大きかったんですけど、あと4試合しかなくて、ファイナル QT は USLPGA、ね、そう USLPGA、うん、でも今はちょっと難しい状況なんで、現実的に、うん、やっぱ80位までに入っておかないと来年のシードがないんで、今はそこを目指しながらやってますかね。ゴルフ面はあと4試合トーナメント残ってて、はい、まあ、4週連続あるわけだけど、うん、まあ、そのうち2回カットメイドすれば、そう、決勝残れれば、うん、まあ80位は間違いなく取れるかなっていう、そうですね、うん、はい、感じですね。で、まあ、今年はさ、何人も知らないで挑戦したツアーだったけど、友達もできたりとか、うん、英語もちょっと話せるようになったりとかアメリカの生活に慣れてきてるから、そうですね、もうだいぶ慣れてきてる、特にツアーの過ごし方だとか、うん、移動の仕方だとか、ね、ホテル、最初ホテルずっと泊まんなきゃいけなかったのかなと思ったら、 LPGA がちゃんとホストファミリーを用意してくれてるとか、まあ、そういうのもマネーランキング順で試合に確実に出れる人じゃないと先に申し込めないとか、うん、まあ、いろんなことがそうですね、はい、あったけれども、まあ、来年はそのシード権を取れれば、まあ、そういうことも、今年の経験を踏まえて、うん、ゆったりっていうわけにはいかないかもしれないけど、まあ、今年に比べたら余裕を持ってそうですねゴルフに集中できる環境になるかなと、はい、いうふうに思うんで、まあ、ぜひぜひ頑張ってほしいなと思うんだけど、これから4試合、はい、今回どっから来たの？シアトルだったっけ？シアトル、うん、シアトルからロサンゼルスに来てもらって、なんと明日の朝は3時半起きで4時に家を出てフェニックス経由のオランド、そうですね、6時半のフライトで、うん、朝の6時半のフライトでフェニックスまで1時間ちょっとぐらいかな、うん、でそれからオランド行って、そうですね、で試合がアラバマのバーミンガムで、バーミンガム、アーカンソー、またアラバマでオーランドも、オーランドだから、まあとりあえずだから経費節約のためにオランドに行かなきゃいけない。そう、オランドでやっぱ同じセームロケーションやったら安いですよ、レンタカー、うん、だからレンタカーでその4箇所を全部回んなきゃいけない。そう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 、なんと4週間で40時間ぐらい運転40時間ぐらい40時間ぐらい運転するのはね、ちょっと大変だよね。はい、まあそういった点ではさ、エプソンツアーを回るっていうことは非常にお金もかかるし、うん、まあ、日本のステップアップツアーに比べて賞金金額もまあちょっと少ないし、ちょっと少ないね、うん、でやっぱりレベル的にはやっぱり日本のステップアップツアーよりもなんか高い感じがする。そうですね、なんか一概には言われへんけど、まあ、私はステップアップ4年ぐらいプレイしとって、まあ、コースは全然違うけど、やっぱりこっちの方が全然レベルは高いと思う、うん、うん、思う、はい、まあ大変だよね、うん、でやっぱり元手がないと、このツアー参加続けていけないし、うん、まあぜひ視聴者の皆さんには、お願いしたいんですけど、リンゴルフでは萌花選手のファンドレイジングをしたいなと思っております。ということで12月はオフで萌花選手も日本に帰ってくるので、萌花選手とプレーができる、ラウンドを12月の16、15がリンゴルフのフューチャーズツアーなんで、okay. で、15に出てもらって、
で16日に、モエカ選手とラウンドできる権利のファンドレイジング、それとそれ以外にぜひ視聴者の方にモエカ選手の今年および来年のツアーに参加する費用のサポート的な、ファンドレイジングをしていただけないかなということで、今日は、この撮影をしております、はい。で、まあ、内容としてはセンスゴルフリップ R と S と両方ありますけれども、これを、ファンドレイジングしていただける方には差し上げます。それとリンゴルフのマスク2枚組セットを、差し上げます。これだけで一応リンゴルフおよびセンスゴルフリップが1万円で売ってるんですけども、プラスモエカ選手の、モエカっていうロゴが入ったブリヂストンのボールワンスリーブ、うん、モエカ選手からいただけます。ということで、まあ、あの金額的には実質1万円1000円相当なんですが、ぜひ1万5000円ファンドレイジングをしていただければ、モエカ選手も来年またエプソンツアーに挑戦できると思うので、リンゴルフの視聴者の、方々でモエカ選手を応援したいなと思っている方はぜひ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 、ご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。スポンサーエプソンっていう日本の会社なのに、日本人去年は一人も回ってなかったし、そう、日本人は一人しかもらう、まあ、私も今回会場に行きましたが、まあ、各国参加選手の国旗があるんだけど、モエカ選手いなくなると日本の国旗なくなっちゃうんで、ぜひよろしくお願いします。皆さんサポートの方よろしくお願いします。やっぱ今年もう15試合ぐらい回って、うん、多分800結構使って600万ぐらいなくなったと思う。まあそれそうだよな、うん、最初はだから、まあ、レンタルカーもシェアできないし、うん、なんかいろんなそのホテルとかも分かんないからホテル泊まんなきゃいけないし、アメリカのホテルなんて最低でも1泊100、2、30ドルするから、うん、1週間いると1000ドルぐらいかかるし、うん、なんかまあ食費とかなんとかも合わせても1つのツアーで参加費用がまず450ドルかかるし、はい、1つのツアーでだいたい3000ドル、3000ドルはかかるしね。でそれでなんか年間21トーナメントあるから、うん、まあ6万ドルぐらい、6万ドルイコール140円になっちゃったんで大変だよな、うん、まあ稼げばいいんだけど、ドルで稼げばいいんだけど140円になったから800万ぐらい、850万ぐらいかかるってことだからな。そう、だお金貯めてきたのにすぐなくなって、あのもうあとちょっとしかないから、このままやったらほんまに来年出られへんと思う。ちょっと皆さんなんとかよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、日本のステップアップツアーでも、まあ、プロアマだとか、うん、ノンプロフィットでサポートするジュニアを教えるとか、なんかいろんなことあると思うんだけど、モエカ選手が今回エプソンツアーに参加してプロアマだとか、はい、いろんな行事出たと思うんだけど、その辺をちょっと皆さんに説明してもらえれば。 OK、まず私は今年ルーキーの年なんで絶対やらなあかんアクティビティっていうのがあって、それが4個ぐらいあって、プロアマウォッチングっていう、まあ、先輩のプロがどういう風にプロアマを回ってるかっていうのを見るってやつと、あと試合中にこうルールの人回ってるじゃないですか、競技の人、うん、競技員ね、そう競技員回ってるのに30分一緒に乗ってどういう対応とかしてるかっていうのを絶対学ばなあかんみたいなやつもあったんですよ。それはトーナメント中に、トーナメント中に私が午前終わってた、終わってから違うその人についてっていうのと、あとジュニアクリニックが2回やらなあかんっていうのと、うん、それはもうなんだ、義務なんだ、義務、うん、プロアマは、プロアマはプロアマウォッチングは義務なんですけど、うん、プロアマは基本的に協会 LPGA とスポンサー側が誰をチョイスするかっていうのを決めるんで、それってマネーランキングの上の方の人が捉えるわけ、基本的にはそうですね、うん、で私はこれまで4回プロアマやったんですけど、まあ、基本的にプロアマ18ホールのスクランブルで、パーティーは義務じゃないです、うん、おー、パーティーは義務じゃない、義務じゃない、日本と違うんだ、そう、でもやっぱプロアマの組数がすごい多いんで、うん、1ホールに2組おるんですよ、スクランブルやけど、だからすっごい時間かけて6時間ぐらい、うん、やけどやっぱ日本でプロアマしてた時は前夜祭に出て、で18ホールスクランブルじゃない時も結構多くて、日本はやってから、終わってからアフターパーティーとか、まあ、コロナの時はなかったですけど、うん、というのもあって結構、今はもう普通にアフターパーティーやってるんだ、
多分アメリカだったら誰もバスクしてないもん。そう、アメリカやってます、日本は分からんけど、うん、でそれでギャラが出たんですよね、日本は、うん、LPGA から、うん、でこっちはノーギャラの18ホール回って、パーティーは自由ですけど、私は基本的にパーティーは出るようにしてます、ご飯ただやしっていうので結構プロアマーでも、なんかプロアマーすごいカジュアルな感じなんで、すごい回りやすかったです、うん、で結構大変やったのはジュニアクリニックで、4歳ぐらいから10歳ぐらいの子を教えるってやつなんですけど、その私あんまり英語がうまく喋れないんですけど、私プロ1人に対して6人ぐらいのジュニアに対して教えるんですよ、アプローチとかパターとかショットとか、なんかそれが結構大変ですね。でそれちゃんとレッスン前ちょっと何話そうかなとかって英語勉強してた。そうです、アースジュニアクリニックやから一応ね単語とかやって、やっぱ子供は大人よりやっぱ理解できないじゃないですか、私が英語うまく喋られへんねんって言っても4歳の子からしたら何ねみたいになるじゃないですか。まあそれそうだよな、だから大変やったけど、うん、なんか結構アメリカは多分そういうジュニアの子に貢献するみたいな活動がやっぱ活発やから、うん、こうプロがジュニアに教えるっていうのを毎週やってるんで、それはすごいいいことやなと思いました。でも最初のそのエプソンツアーに、頑張れるっていう知らせが来て、うん、でまあそのプライオリティ順位分かってなかったけど、結局さあのベストから聞いてプライオリティ順位が164位とかって分かったじゃん、はいはいはい、でも164位の人はさそういう義務あんまりないじゃない、出れるか出れないか分かんない。あで、まあ、あの視聴者の人に分かっていただきたいのは、萌香選手の成績がある程度良かったので、10試合目ぐらいの、まあ日本もそうだしアメリカもそうだけど、リランキングね、そうそう、リランキングっていうかリシャッフルっていうか、うん、成績によってまた出れる順位が変わって全部出れるようになったんだね。そうですね、まあ基本的に今年その165位かなんかでも全部基本的に前半戦10試合は出る権利はギリギリあったんですよ、ほんまに私の上で、じゃあ私の下でこうカットされたりとかしとって、ギリギリある順位や。でもまあ結構微妙だったよな。そうそう、微妙だった。要はちゃんとリランキングで成績を残して、でプロアマの義務だとか、そのプロアマ出られるようになった、出なきゃいけないようになった、うん、っていうのはまあ偉いところだよね。よかったですね、まあ、最初来た時は友達ゼロやったから、うん、最初の3試合はほんまに自分でレンタカー取ってホテルも泊まってってやっとったんですけど、結構3試合も回ったら結構友達できて、4試合目からはもうほぼずっとシェアして、エアビーとかホストハウジングがある時はホストハウジング活用してってやってるんで、すごい早い段階でこっちに馴染めたからすごいやりやすいです。馴染めたっていうのは性格だと思うけどねすごいやりやすかったです。全く英語話せないのがさまあ今あの萌香選手がうちで泊まってるんですけど、泊まってる部屋から私が仕事してる部屋って隣なんで、なんか英語が聞こえてくるんですけど、ああ萌香選手英語話すようになったのか感じてました。さっきも話してました、ね、という感じなんで、まあとにかく来年ぜひ日本人として LPGA の下部ツアーのエプソンツアー続けてほしいし、うん、まあぜひぜひね来年はいい成績残して、そう、まあ、いろんなことも分かってるし、古江、畑岡、渋野にだって同期だしだってまだチャンスはあるから、今年まだ QT がまだ始まってないんで、セカンド QT が10月にあるんで、それをクリアしてファイナルに行って、ファイナルで45まで一応 LPGA のメンバーカードをもらえる、まあ、全部出れるわけじゃないけどっていうのがあるんで、まだ、まあ、それはチャンスあるしね、チャンスある、うん、でアメリカのゴルフ場も結構慣れてきたしな。そうですね、もうだいぶこっちの環境に慣れてきたんで、去年はやっぱり日本でずっとやってて、そのもう1週間だけこっち来てこっちでプレーしてっていうのだったんで、やっぱこっちの環境に全く慣れてないし、体もやっぱ時差ボケのまま QT をやってたって形なんで、ちょっとやっぱ今年はそういう面ではずっとこっちでやってるんで、やりやすいかな、うん、頑張りたいよね、頑張りたい。今回萌香選手と知り合ってプライオリティ順位っていうのは勉強したけどさ、はい、エプソンツアーで10位に入ると USLPGA の1位から80位までがシード権もらえるじゃない、うん、でその次に来るのがエプソンツアーの10人なんだよね。そうそうそう。でその次に来るのがその前の年のシードの81から100位までなんだよ。
で、QT ランキングってその後に来るから、だから110位以上にならない。何が言いたいかというと、エプソンツアーの10位になるってことはすごく大事なこと、うん、エプソンツアーの10位以内入ると全部出れるから、メジャー以外は、うんうん、だからまあそれを目指して、来年はね、それを目指して頑張ってほしいなと、はい、思いますので、ね、ぜひ皆さんの協力が必要なんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後の締めで OK、今日は日曜日なんですけども、私ロサンゼルス生活もう35年ぐらいになるんですけど、9月で雨降ったっていうのは記憶がなくて彼女は雨女なんで間違いないです。あのパームスプリングのあの砂漠で9月に雨を降らした2日間でしかもそれも2日間大変だったんですが、ボイド選手来ていただいて4日間動画を撮ったので、皆さんぜひその動画を楽しんでください、はい、すごくティーショットも安定してたし、アイアンキレッキレだったよね。うん、よかった。でもパットもなんかマシになった、マシになった。見てたら分かると思うけど、うん、1日目よりはだいぶよかったかやっぱ猫とのパッド特訓が良かった。ああ絶対そう、うん、でその動画も楽しんでいただきたいのと、ぜひぜひあと4試合あるエプソンツアーのググっていただければ出てきますんで、そこのリーダーボードとか、うん、ホームページに多分やってる週やったらリーダーボードバーリーダーボードがあるんで、リーダーボードを見ていただければ萌香選手のが、どういう成績を残してるかっていうのも見られるし、あとステータスっていう、欄をクリックしていただければ萌香選手が賞金ランキング今何位で、来年のシード権が取れそうだ取れそうじゃないかっていうのも見れたりとか、あと平均スコアも見れたりとか、エプソンツアー1位の選手ルーシー D 69.38、萌香選手 72.4 ぐらい、うん、2打だよね、あ3打か3打、okay. で、10位に入るためにはうちの、放送でもしたオーストラリアのサラ・ジェーン選手、うん、一緒にやった、うん、彼女が、10位なんだけど、彼女で71 1.5 1.5、okay. パッと1回半入れれば、LPGA の道が開けるんで、はい、皆さんぜひ応援してください。萌香選手の成績追っかけてくださいということで、ぜひぜひファンドレイジング、萌香選手の、今年より来年の、ツアーの費用をファンドレイジングしたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。エプソンっていうか、だからその USLPGA の下部ツアーから LPGA に上がった日本人っているの？おらんと思う。LPGA におって下がってる人はおるかもしれんけど、うん、いないわ、うん、日本から、うん、日本である程度有名になってアメリカに行きたくて、そうするとなんか世界ランキングでファイナルから、そうそうそう、まあシルコみたいにファイナルから出れるみたいな世界ランキングがあれば、はい、出れるけど、いないよね。いないのは当たり前でさ、だってステップアップの方が、日本のステップアップの方が全然条件いいじゃん。わざわざこんな苦労してアメリカに来る必要ねえじゃん話は、ね、あるよね。はい、確かに日本でプレーできるのに、うん、アメリカのカップツアーに行く人はおらんかもしれない。日本人初の、下部ツアーからのし上がった、選手になってほしいなというふうに思います。うん。